皆さんこんにちは、おっさんの棒読みニュースです。今回は朝鮮半島における高高度無人偵察機 RQ-4 グローバルホークに関するニュースを2件紹介するね。1件目のニュースは、昨年戦力化を終えていたグローバルホークの戦力化イベント、今更実施することになったようだってニュースで、時期は10月になるだろうって話。しかし、なんで今更戦力化イベントなんて行うんだろうね。F-35 とグローバルホークは北の反発が大きいので、それを恐れたムンジェイン大統領が、F-35 とグローバルホークは重要な戦略資産なので公開するなと命じたため、これまで全くと言っていいほどメディアに露出していないんだよね。ただ F-35 は、戦闘機導入事業でほぼ決まりかけていた F-15SE、サイレントイーグルの採用をキャンセルしてまで、無理やりに導入を決定したためインパクトが大きい機種だったので、一応昨年の、国軍の日、のイベントでは海上上空を飛行したんだけど、戦力化イベントは F-35 の飛行はなく、格納庫の中で非公開で実施されたんだよね。2本目のニュースは、軍事パレードの準備が観測されている、北朝鮮に向けて横田基地から米軍のグローバルホークが飛び立ったってニュースになるよ。それじゃ、ニュースを確認していきましょう。北に気遣い、グローバルホーク17ヶ月目の戦力化イベント。昨年導入が完了した高高度無人偵察機、グローバルホーク、RQ-4B、4機の戦力化イベントが10月頃に行われるものと思われる。グローバルホークは昨年導入された後、昨年5月に撮影した映像を分析する独衛処理システム、TCPED の構築が完了したにもかかわらず、戦力化イベントを行わなかったため、北朝鮮の顔色を伺ったのではないかという批判を受けてきた。軍関係者は6日、昨年の11月3日にグローバルホークなどを運用する第39偵察飛行隊創設式をきっかけに、偵察飛行隊の中核部隊のグローバルホーク運用に関する教育期間が全て終わったため、グローバルホーク1個大隊実戦配備についての戦力化イベントを準備していることを知っていると話した。グローバルホーク戦力化イベントは国軍の日10月1日がある10月に検討されている。グローバルホークは様々な情報収集センサーで通信、電子情報、ミサイル情報などを取得して、移動式発射台 TEL に搭載された弾道ミサイル発射や核関連動向などの兆候を事前に検出することができる。先に空軍はチュンチョンプクとチュンジュでグローバルホークと共に戦術偵察機 RF-16、クムガン偵察機をはじめ、国産技術で開発されている空中無人偵察機 MUAV など、5機種の航空監視偵察戦力を運用する第39偵察飛行隊創設式を執り行った。一方、日本も北朝鮮の核、ミサイルの脅威を監視するためにグローバルホークの導入に乗り出し、韓国と在日米軍、日本で2025年までに3個大隊、12機のグローバルホークの戦力化が完了する。日本は北朝鮮の核ミサイル監視と尖閣諸島、中国名称与党、など、東シナ海の紛争地域監視任務のためにグローバルホークの導入を決定した状態だ。軍事専門家であるアンスンボム、ディフェンスタイムズ代表は、北東アジアに3個大隊のグローバルホークが戦力化されれば、来年までに韓国と日本にそれぞれ40機の配備が完了する F-35A ステルス戦闘機、在日米軍基地にすでに配備された F-35B 大隊と連動した任務遂行が行われるだろう、とし、この場合、北東アジアにおける北朝鮮の核、ミサイルの監視、偵察能力とともに、打撃力が大幅に増強されるだろう、と展望した。北閲兵式準備。米、グローバルホーク、韓半島偵察飛行。最近平壌一帯において、閲兵式の準備状況が補足された中、
米国空軍が運用する高高度無人偵察機 RQ-4 グローバルホークが再び韓半島上空で偵察任務を遂行し関心を集めている。5日、航空機追跡専門のウェブサイトのレーダーボックスによると、グローバルホークは4日午後、在日米軍横田空軍基地を離陸し、韓半島に向かって飛行した。その後、この機体は韓国南海岸と黄海上空を通って北上した後、5日午前まで、軍事境界線、MDL、に隣接するキョンギ、カンウォンドの上空を数回東西方向に飛行した。レーダーボックスの資料によれば、このグローバルホークが韓半島の上空に飛来したのは、今年の後半韓米連合式初演習、21-2、CCPT、終了翌日の先月27日以来、8日ぶりだ。北朝鮮は先月 CCPT を控え、韓米当局の訓練計画を非難し、韓国政府自身がどのような途方もない安保危機に近づいているのかを刻々と感じるだろう。11日、キムヨンチョル朝鮮労働党中央委員会統一戦線部長、といった内容が入った談話を発表し、軍事的挑発の可能性が提起された。CCPT 期間中に北朝鮮側に、例年とは異なる、特異動向は補足されなかったというのが軍当局の説明だ。北朝鮮軍は7月から毎年恒例の夏季訓練を実施している。特に最近、北朝鮮の首都平壌のミリム飛行場一帯で、軍兵力が閲兵式を準備するような姿が商用衛星写真に補足されて関心を集めている。北朝鮮専門ウェブサイト、38ノースが公開した先月30日の衛星写真を見ると、軍の兵力と推定される人員が平壌のミリム飛行場で隊列を組んでいる姿が撮影された。また、北朝鮮専門メディア、NK ニュースが今月1日に公開した衛星写真には、滑走路に沿って行進の練習をする姿も捉えられた。北朝鮮専門メディア、デイリー NK は、北朝鮮内部の消息筋を引用した3日の記事で、北朝鮮が来月10日の朝鮮労働党創建76周年に合わせて、金正恩北朝鮮国務委員長の執権10年目を記念するパレードを開催する予定だと報道した。金委員長は2011年12月、父親の金正日総書記の死去後、北朝鮮の最高指導者となった。北朝鮮は2011年12月30日の朝鮮労働党政治局会議で、金正日総書記のいわゆる、10月8日君を根拠に金委員長を朝鮮人民軍最高司令官に推戴した。米空軍のグローバルホークの今回の韓半島上空への出動も、このような北朝鮮側の動向と関連しているというのが、北朝鮮観測筋たちの説明だ。北朝鮮が実際に来月閲兵式を進行する場合、これまでに開発したり、実戦配備した新型兵器を披露する可能性があるという見方も出ている。これに対して統一部など韓国政府当局は、予断を持たずに状況を注視する、という立場を明らかにしている。ってことで、グローバルホークの戦力化イベントはどんな形になるのかな？すでに保有、運用している兵器の画像や映像を隠すことに、何かしらの意味があるとでも思っているのかな？そんなことより、チュンチョンプクとチュンジュに偵察飛行隊を創設して、そこで運用している偵察機の機種を公開しちゃう方が問題あると思うんだけど、その辺のことはどう思っているのかな？知らんけど。最後まで見てくれてどうもありがとう。高評価。チャンネル登録お願いします。